始まりました BS 生き物係。この番組は私たち生き物係がメンバーそれぞれ会いたい人をテーマにゲストを呼びして、ここでしか聞けない貴重なお話を伺っていく番組となっています。今日はゲストいないね。そうですね、この並びは本当だ。ということは山下君またどっか行ったのかな。行きました行きました。また行ったの。これそういうことだよね。そうですね、どっか行った記憶ないもんね。どこ行ったんですか。前回あの鹿児島の方に、はい、あのまあ、ほら焼酎が好きということで。そうだね、焼酎の蔵元を巡るっていうのをやりました。で今回お酒じゃないってことかな。そうだね、多分じゃあお酒じゃないんだろうな。そうですね、うん、宮崎の方に蔵元にちょっと行ってまいりました。お酒じゃん。今回もですね、はい、あの前回と同様にあの、はい、と途中で、テロップが出ますので、はい、そのナレーションお二人にお願いしたいなと。今回私だそうで、はいはい、あよろしくお願いします。わかりました。それではご覧ください、はい、どうぞ。宮崎ブーゲンビリア空港、ね、海外っぽいね。よく晴れてますね。いやよかった、ロケ日和にして久しぶりに宮崎行きました。そっか、どんな登場しかない何、はい、今日も来てしまいました。これは何ですか。あのぬくみずさんの出身地らしいんですけど。これがぬくみずさんですか。いや、そんな、そうね。けど前回はですね、ほら、それこそ鹿児島行ったじゃないですか。はいはい、聖地巡礼旅。焼酎聖地巡礼旅って。今日はこれ、何しに来たんですか。いや、聖地巡礼旅で。山下穂高の聖地巡礼旅、宮崎芋焼酎編。天気いいですね。天気良かった。今からどうするの。ですね、そのまあ、メイン霧島酒造さんっていうのはもう超大メジャーなんですけど、なんかその前にまた違う蔵元さんでね、渡辺酒造さんっていうところがあるらしいので、そこをもうちょっと行ってみたいなっていう、まあ、前回も二蔵元行ったじゃないですか。そういう言い方で、はい、ちょっとだから今回も肉蔵元行ってみようっていう肉ふうに思っておりまして、その渡辺酒造さんはあのちょっとこう一般的にはもうすごい芋をきれいに洗ってそれでこう焼酎作りに入るらしいんですけど、なんかあえてそのあんまりその土をちょっと残して、その自然のなんていうんですかね、なんかまあいろんなさもいろんなその菌が菌だったりとか何なんだろう、まあ、酵素だったりとかするんですかねを生かして作ってる焼酎蔵元があるっていう。やっぱいろいろあるんですね、作り方も。ねえ、もうなんか勉強になる番組ですよこの番組は。また寄り道さん、その、まあ、蔵元も回るんですけど、なんかじゃなくてその、まあ、この辺近辺宮崎でおすすめの場所とかあったりします。先の方には大島っていうところ、まあ、福島全体は美老寿で覆われてるんですけど、中にあの大島神社っていうのがあります。はあ、はあはあ、その島までは橋かなんかかかってるんですか。あの本当は橋なかったんですけど、はいはい、あの潮が引いた時は歩いて渡れるんですけど、潮が満ちてくると渡れないからあの橋を架けたんですよ。あ、そうなんですね、はい、じゃあそれは車で渡れるってこと。車が渡れるんですけど、はいはい、許可がないといけないです。あ、なるほど、なるほど、へえ。神秘的ですね。それはそれは。じゃあまあとりあえずそこ寄っていただいて、ちょっと、ね、小腹も空いてない、その後何か食べますかね。全然酒蔵行かないですね。酒蔵はまあ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 後ほど行きたいなと思いますけど、酒飲むまでの下りで一回やったりするから。あら、あ、こっから歩いていく感じですか。観光地というかみたいな感じですよね。こんにちは、ちょっとカメラ回しても大丈夫ですか。ありがとうございます。埴輪もある、埴輪。
あーこういうの二人に買って喜べそうですよね。そうですね、清江は多分喜ぶ私どんなイメージ値段がない売り物じゃないのかな。ちょっと背中知ってみてください懐かしいっすね、亀仙人じゃないですかすげえこの辺とかもすごいですよ。もう15万円になっております。本物じゃないですか。本物じゃないですか。え、お母さん、はい、この別光ってこれ本物なんですかね。本物。なるほど。は、剥製になるんですか。そうそう、剥製。ああ、はあ、これこれはなかなか一応ですけど、こういうとこお邪魔したからには何も買わないちょっとさすがに良くないと思うんですけど、そこはやっぱ埴輪じゃないですかね、やっぱり。結構行くも言っといた方が。いやいやいやとは思うんですけど、まあ、もう任せますけど。じゃあ谷島今買いますかね。いやいや、めちゃくちゃ安く済まそうとするじゃないですか。これ。これに焼酎入れてぶら下げて歩いておけば。いやいや、水拳のやつじゃないですか。ひょうたんね、軽い。一回ちょっとぶら下げてみます。ぶら下げないでしょ、うん、でも気あるないでしょ。あ、でもじゃないの今日使えるものにしましょう。じゃあお土産はさっきあれだったんで。あ、土産じゃなくてってことですか、はい、今日今から使う旅グッズを。今から使う旅グッズを今ここで探す。こういうね、ビローとかはね、もう誰も作ってないから。あ、今から青島に行ったらビロー中がこう生い茂ってるんですよ。で、そこに言ってたこのビローの運転手さんが言ってた、ね、あ、まあ使えるんじゃないですか、うん、いいですね。ね、これはね、あの、なかなかどこの店でもはないですね。うちだとあったりしてて日本違ってないみたい。まあ、これは使える。これじゃあそれこそ熱中症対策。これこれもうこれがね。超いい。いや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 。もうこれはね、もっと大きいのがあったんだけど。ちょっとお母さん一回あのカプセルも。カプセルはね。いや絶対そっちの方がいいです。そんなにこれヘアメイクさん殺しですから。そうそうそう。あ。いや、あじゃないでしょ。いや全然あじゃないです。じゃあこちらにしましょう。ビロー。お母さんこれください。ビロー、はい、うわ、なんか江ノ島みたいですね。地元、地元来たなみたいな。江ノ島来た。ちょっとあのすげえ、あの見てください、ポスト黄色いっすよ。初めて見た。ちょっと後で写真撮っと。黄色いポスト。そして見てください、この派手な派手な乗り物。これなんですかね。これで多分橋を渡れる。日はこれは乗れるんですか。これできますよ。あららら、これでその島まで行くみたいな。橋の半周回って神社までって感じ。おーおーおー、せっかくなんで。なんかあっちの方すげえでっかい建物。青島名物トゥクトゥクで島の中へ。これはこれは、あ、これがなんか噂のあの岩、岩ですよね。鬼の洗濯機ですね、はいはいはい、波で削れてできた自然の、ね、岩肌。これなんか天然記念物かな。天然記念物に指定されている岩肌ですね。もともとは地層の跡になって、まあ、ここら辺は海に沈んでたので。あー、なるほど。で、それが地殻変動で内側隆起、まあ、これ地層が斜めに隆起したので。なるほどなるほど。あれはこの上、間にあった柔らかい粘土の泥岩部分が波で削り取られていって、はいはい、硬い砂岩の部分が残って、なるほど、こういった段々状の岩だったところがこの洗濯岩になりますね。青島神社に到着しまして、ちょっと続々と観光客の人が増えてきましたね。色鮮やかな朱色が映えますね。やっぱ南ってそうなんですか。ほら、あの首里城とかもそうだけど。
ら見てください。聖徳太子も食べた手作り古代乳製品。そう、絶対嘘じゃん。ね、誰がそれ確認したの。いやじゃあちょっと一個聞きたいことがあるらしいんですよ。あら、やっぱ聖徳太子もやっぱ食べたんですかね。食べてます。あ、そうなんですね。食べたということで文献に書いてあります。文献ソフトクリームって書いてある。いや、だから貫入素。あら、これ、はい、いただきます。これが、はい、そうです、聖徳太子食べたんですか。文献に書いてありますんで。あ、なんて言うんだろうこれ。チーズっぽい味がする。こうなんですね。え、これってあの原料は何なんですか。牛乳です。やっぱ牛乳なんだ、はい、初めて食べた味だこれ。日本最古の和製チーズ。そうです。ありがとうございます。ソフトクリームが聖徳太子食べたと思ったんですけど違ったんですね。違います。貫入そうです。そんな感じで書いてあったから。ありがとうございます。ほら、俺もちょっと勘違いしちゃった。そう思いましたよ。思った。国の特別天然記念物に指定されている青島。綺麗その中央に鎮座するのがこちらの青島神社。間に合ったね。間に合ったね、よかった。これはまたあれなんですけど、こういうのはないんですね。これどういう風に、二礼二拍手一礼。二礼二拍手一礼、なるほど。じゃあ、はい、ありがとうございます。じゃあ絶対うちわとかもやんない方がいいですよ。二礼百手一礼。はい、何の顔だろう。ここはもうだいぶ古い。ここはですね、大体1200年以上前の歴史があるんですが、なかなかです。あ、でもね、やっぱ入ると涼しい。そうですね。全然違う。へえ。ここがちょっと芝の真ん中になります。はなるほど。元宮というですね。はいはいはい。ここにお宮さんがあった場所じゃなくて、ここでお祭りをした場所。なるほど。ところとですね、いろんなものが土器とかですね。あ、そうなんですね。まあ、たま。あ、本当だ。貝殻とかいっぱい出てくるんですが、まあ、そちら左側に行くとですね、お皿を投げるのか、あ、はひもを結ぶのがあるんですね。お皿をですねプレゼントしますから。 ありがとうございます。これに祈るって書いてあるんですよ。ありますね、はい、祈るって書いてあるんですね。この皿にですね、お皿に自分の願い事を込めて、そして投げるんですが、あそこのくぼんだところですね。あそこ、あ、はいはい、あそこに入ると一番いいと。あ、そうなんですね。自分の心が叶う心願成就。ほうほうほう。割れてしまったら開運厄除け。割れた方がいいということですか。余計いいですね。余計いいんだ。入って割れたらです、ね、あの中に入れてかつ割れたらベストですね。ベストですね。なるほどね。次回のロケは泊まりで行けますように。意外だったんだね。今回も意外だった。こう両手で投げる感じなんですか。あんまり感。はい。いや、どっちでも。あ、大丈夫。はい。上でも下でも。ちょっとこういう感じでも大丈夫なんですか。まあ行きますよ、じゃあ。行きますよ。よいしょ。手前で割れない。まあまあそういうことになります。それ関係ないじゃん。関係ないね。もう一回やる。え、いいんすか。え、こんなやつ。財津さん、マジ神。成功したところ放送した方が。いやいや、それ何回やることになるか。泊まりになるか。その感じで、ちょっと力を入れて。本当に届かない。泊まりでロケ。じゃあ行きます。うわ、そうですか。お靴脱ぐのかな。ありがとうございます。いただきます。鈴のやテンションでね。そうです。おー。